り一つやから気になるなっていうのがあって、人間ってね、なんかこう繊細なんですよね。夏でもそうじゃないですか、なんか蚊に刺されて足痒かったらめちゃくちゃ気になるけど、なんか歯痛かったら足痒いし歯痛いし、なんかもう最悪やなってやった時に氷水バッぶっかけられたらもう多分蚊に刺されたこと気にならなくなるし、要は論点重なることによって一個一個のことがあんま気にならなくなるというか、じゃあもうこのびしょびしょの中でどうやってやろう、とりあえず服着替えるかって多分なって見えてくるものってあると思っていて、結婚した瞬間になんかいきなり役割として旦那とかお父さんとかついてくるじゃないですか。でもそれってなんか絵に描いたようにこうするべき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 っていうのがいっぱいあって、旦那さんはね、早帰ってきて子供を見るべきとか、私はそのべきを全部放棄したんですよ。なんですけど、僕らがやってるビジネスはいわゆる入居してからがなんかこうスタートというか、そこからその人がどんな生活をするかとか、どういうコミュニティを築いていけるかっていうところの暮らしを、まあ、提案するっていうところ、まあ、住居とともにコミュニティの暮らしを一緒に提案するっていうところを僕は前々からやりたかったんで、僕もそのサクサハッピーに来る前ですね、来る前はそれこそそのヒエラルキーがしっかりした組織にいたので、その上下関係とかそういうのもすごく分かります、はい、分かるし、でもハッピーに来るとハッピーはそれがすごく緩いので、うん、その中にとその中ですごく、まあ、僕はどっちがいいかって言ったらハッピーがハッピーのその消えられる形の方がすごく居心地がいい。なんか人間って基本的に勉強したいんですよなんで学校の勉強が嫌いっていう子がたくさんいて、別に普通に算数とかってやる子いっぱいいるんですよ。でやった方がいいと思ってる子もたくさんいるので、その個別でやりたいっていう子は個別で見てます。で僕なりの一個の目標が、あのご家族のいない入居者さんのお葬式をやった時に、そういうフォロワーさんとか生前一回も会ってないような人が拝みに来るみたいな、お葬式 SNS で見てファンでしたみたいな、一緒にやってこう出会わせてくれたり、なんかご飯食べてなんか一緒にこう盛り上げてくれたり、感謝を伝えるような関係性を作れたらいいなって思ってやってる部分あります。